初ゴールっていうのは思い出にも残りますし、本当にプロになって初ゴールっていうのはやっぱり気持ちよかったですし、まあ、ただそこで満足は全然してないですし、もっともっとゴールを重ねて、はい、偉大な選手になるように頑張っていきたいと思います。中学年代高校年代っていうか、プロになる前っていうのはやっぱり高校を伸ばすことが大事だと思いますし、ここで戦っていけることがやっぱり世界にも通用していけることだと僕は考えているので、そういうことの力っていうのは本当に大事だと思いますね。ドリブルにかかる前のファーストタッチっていうのはやっぱり世界のそういうアーセナルの選手と比べるとやっぱりちょっとまだまだ劣ってるなっていうところがあるので、そういうところだと思います。